由美子と申します。よろしくお願いいたします。今日はお友達の門脇克美先生と一緒に演奏をします。私は鍵盤も大好きです。鍵盤もブームができたということで、これは出ないわけにはいかないと思って張り切って出ました。そして、私が選んだ曲はトナカイのロックです。パフォーマンスの2から選びました。この絵にも書いてある通り、トナカイといえばやっぱりクリスマス。ジングルベルのモチーフで鍵盤ハーモニカのパートを作ってみました。生徒さん同士でもアンサンブルができるようにできるだけシンプルな音で作ってみました。そしてこの曲は八分音符もなくシンプルな曲なんですけれども、休符や伸ばす音符のところで間が持たず4拍子を見失う生徒さんが結構いました。例えばこれは悪い例です。演奏してみます。